ームが連敗している状況だったので、まずは守備のところで簡単に失点しないことと、あとは全体として、守るということから入って、でうまく、カウンターもはまってましたし、スカウティング通りできたかなと思いますね。そうですね、まあレオが抜けた分、後ろのボール回しの部分もそうだし、あと高さの部分っていうのは、まあ少し落ちてしまいますけど、まあ、その分他の選手が出た時の特徴を生かすことと、あとはまあ全員で守るってことはあんまり変わらないので、そこはさらに、意識しながらやりたいなと思います。そうですね、まあ、順位は下ですけど、しっかり守ってカウンターっていうのは、まあ、前半戦もそうですし、まあ、今は僕たちもなかなかうまくいってないので、まずは、失点しないことと、あとは先に点取れれば、うまくゲーム運びができると思うので、その辺は、まあ、どの相手も、やっていきたいなと思ってます、前半戦は、なかなか、結果もそうですし内容も伴うことができなかったので、まずは熊本戦から、結果にこだわってやっていきますので、応援よろしくお願いします。